はい、みなさんこんにちは。2019年の宅検法試験当日合否を分ける問題解説を始めます。担当は REC 専任講師の寺西と申します。よろしくお願いいたします。えまずはですね、えー、令和元年度、えー、宅検試験の方の、えー、ご受験、どうもお疲れ様でございました。えー、まあ。 よくででききたた方、方、なかった方いろいろ、まあ、見ていただいてるかもしれませんが、えー、結果はですねやはり正式な正式、えー、発表を待っていただくのがまずはいいと思うんですけど、えー、今回はですね、うん、と今日の試験で、まあ、合否を分けたような問題にあたるとこちらが、まあ、レックの方でも考えて、えー、出した問題を少し見ていただくことにしています。 きますで私のお実際に書き込んだ問題ですねそういった問題もちょっと見ていただいて、えー、ちょっとごちゃごちゃしてますけども、えー、そちらの方を見ながら少し、えー、解説って言いますかね、えー、を加えたいと思います。ははいいそれででで、えー、まずねね問のの番こことろす A A は A が所有ししている土地を B に売却した。この場合に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば誤っているものどれかでまず誤っているものを探してくださいということで、まあ、こういった形で「まあ、丸やって書いてあるのは、えー、私が受けた段階ではこれは優しいんじゃないかなって感じたものなんですね。ただ、えー 後でよく見るとやはりこういったところ、えー、結構ですね差がついていく可能性があるということなんですねはいそれでまずはですねそちらの方を見ていただいてということにしましょうで、えー、ここはですねうんとまあ、物件変動の問題で、えー、いきなりですね1番で何らの権限なく不法占有している C がいるこういったこと言ってるんですねはい何らの、えー、権限なく不法占有している C がいる場合と言ってます でこれはまあつまり不法占拠者なんで B が C に対して高土地の所有権を主張して明け渡し請求するには高土地の所有権移転登記を備えなければならない、ねまあ、こういったことが言われてますただですねこれは不法占拠者に対してですね、えー、出てけっていうのに対して登記はいらないのでこれが誤っていて本問正解しっていうことになりますただですねやははりこういった問題に関してはまあ まず何らの権限なく不法占有していいるる C がいる、まあ、これをですね不法占拠者としっかり読んでいただいたかどうかそして不法占拠者に、えー、出てけっていうのにはなんか陶器がいるようなことを、まあ、結構ですねレックの教室でも勘違いして思っている方がちょこちょこおられたりします。ということでこの1番がんと思ってですね、えー、見逃していくと2番3番4番ですねこういったところで丸がついてくるっていうことになるかと思うんですね。 で2番に関しては B が高土地の所有権移転登記を備えていない場合には A から建物所有目的で高土地を賃借して高土地上に D 名義の登記ある建物を有する D に対し B は自ら高土地の所有者であることを主張することができない、まあ、こういった言い方になってます。はいまあ、ここはですね賃借、えー、人に対して、えーまあ、その D 名義ですね の登記ある建物、いわゆる対抗力がある賃借人ね、借地権者に対してですね、B はみ自らの高土地の所有者であることを主張することはできないですって言ってるんですね。これは B さんには登記がないと賃貸人たる地位を主張できないっていうことなので、まあこれでもあるということなんですね。で、三番、B が高土地の所有権移転登記を備えないまま高土地を E に売却しましたと、E は高土地の所有権移転登記なくして A に対し高土地の主張をすることができますということなんですがこれはですね転々と譲渡されていったわけですよね。B が高土地の所有権に転倒期を備えないまま高土地を E に売却、まあ、いわゆる A かからら B、B E E3 に、e、に移ってるわけですね。ですからこれは何か、えっと、第三者と勘違いしてしまった方おられるかもしれませんがこれは A から BB から E へと所有権が移転して。 えー、A と E の関係はあくまで点々と譲渡していった所有権が移っていったということで、まあ、これはですねあくまで当事者の関係なんですね。ですから A と,、はい、A と E はででですすすねね当事者の関係ですよ、ね、ですから、えー、特に、えー、と E は、えー、移転登記を受けていなくても、えー、所有権を主張することが A に対して所有権を移転することができます。まあ、こういったた内容でした、ね、でしねね番す B が高土地の所有権移転登機を備えた後にも高土地につき取得事項が完成した F は高土地の所有権移転登機を備えていなくても B に対して高土地の所有権を主張することができるまずですね、えー、B さんが所有権移転登機を備えた、まあ、そのまず A から B へ売られたわけですよね。そしてその後高土地につき取得事項が完成した F は B から B から所有権を手に入れてます。でこれもまあいわゆる当事者ということになりますから、ね、はいですから A から B に売られ B に所有権が移ったあ、えー、E この E さんですえー、失礼 F さんですね F さんにえー、が自己取得して所有権がまた自己取得ということで所有権が移ってますのでこの B とはいこの F の関係は B と F の関係ですね。 B と F の関係はこの関係はですねいわゆる当事者ということになるので登記を備えていなくても B に対して高土地の所有権を主張できますよということなんですね。まい、あ、いわゆる時効完成前と完成後の問題、まあ、いわゆるこれはえ時効完成前に、はい、B に対してですね えー、所有権が移ってまして。はい。ですから、事項完成は b から f に所有権が移ってる。だから当事者の関係なので、まあ、こういったところをちょっとね、えー、見ていただいて、まあ、ここはこれで回るということになります。まあ、えっ、ー、と今回はですね。まあ、こういった点で少しね。内容としてはこういった点が出てまいりました。はい。 でこういった問題というのは、まあ、日頃ですね問題演習やってられる時は大体いけるんですけど、えー、あの緊張状態のね本試験の中ではちょっとやっぱり、えー、しっかりと頭に置いておいていただいた方しかできなかったのかなということで選ばせていただきましたはいえー、それからですね今度は19番の方を開けていただけますでしょうかはいえー、19番ですね はい、こちらの方を見ていただいて、えー、19番ですねこれはちょっとね引っ掛けがきついのかなみたいなことなんですねただこれもしっかりですね正解に自信を持てたたら選べたと思うんですね。はい、で、まずは19番ですねはい「宅地造成等規制法に関する次の記述のうち正しいものはどれかなおこの問題においてですね問いにおいて都道府県知事とは地方自治法に基づく指定都市中核市及び、まあ、執行・ えー、特例市にあってはその超いうものとするなんて言ってますよね。で、えー、まずはですね問いの19の3まず3番ですね。宅地造成工事規制区域の指定の際に当該造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っているものすでに工事を行っているものは当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。はい、これは届け出ということでした。届けででとというここしたので、まあ、これはね えー、当然必要がありませんということで当該工事について知事の許可を受ける必要はないこれで結構なわけですよね。ただここはですねまずは1番、えー、ここもちょっとね、えー、引っ掛け揺さぶりといいますかねこの「害」なんですね。はは届けでいいいらないですよねね当然ね、はいはい、害ということで届け出るわけ届けけけけ出出るるわわ必要はないわけですですからこのことも過去問にはで、えー、に まあ何度か出題されているところなんですがやはりねこういったところはまあ過去問への精通度によってまあ間違ってしまう方がおられたかなっていうことなんですね。それから4番なんですが この4番が一番ちょっと厄介だったかなと思うんです。都道府県知事は宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを造成宅地防災区域として指定することができます。はい、造成宅地防災区域としてして、ここは問題になるのはここなんですね。 この下から2行目4の選択肢下から2行目ですねはいここのところですよねはい失礼いたしましたはい、えー、ここは、えー、ここがまあ問題になるかなっていうことなんですというのは宅地造成に関する工事の規制を行う必要があるものということはこれでですね、えー、宅地造成等規制法の規制区域っていうことを言ってるわけですですから造成宅地防災区域として指定は できないんですねはいそういった点ちょっと間違われないようにしておいていただくということになりますよねはいよろしいでしょうか宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものと言ってますからこれは規制区域だということを言ってるんですねまあ、定義を述べて、えー、規制区域だと言ってますので造成宅地防災区域として指定はできない 規制区域以外で指定ということでしたのでっていうことですよね。はいそれでは今度はですねえ次はですね今度他県業法の、えー、40番ですねそちらの方をちょっと開けていただけますでしょうか40番ですね。はい、まあ、40番につきましては、えー、内容としましてはですねここもねなんかちょっと簡単そうには見えるんですがやっぱり。 ちょっと引っかかりやすいところなんですよね。はい。で、そういった点でちょっと注意はなさっておかれてくださいということなんですよ。はい。よろしいでしょうかね。で、四十番についてはですね、えー、ここはもう全くの引っ掛けね、えー。こういったところでちょっとしっかりと見ておいていただかないといけないかなみたいなところなんですね。はい。まあ四番に関してはもうこれは完全な引っ掛けなんですよね。 ですから、そこのところで注意なさっておかれていただくということになります。で、まずですね、2番なんですね。これが×なんですが、ちょっと厄介なんですよ。はい。で、ここはですね、まあ、えー、引っ掛けなんで、そこのところ、私もね、実は引っ掛か,かってました。はい。えー、一旦引っ掛か,かって、もう一回ですね、えー、確認のために見直して、あ、3番だな、みたいなところなんですね。で、見ていただくと、 えっとこれはまあ引っ掛けがきついところなので、はい、それでは40番ですね、まあ、2番ですね最初え思わず丸をつけて、まあ、そのまま行き過ぎたんですけど、えー、2番もう一度ですねえー、っと3番もちょっとと思ってあれと思って見直してみるとはいここを読み落としてる方がおられるんじゃないかなと思うんですすね業、はい、業者はその業務に関する帳簿なんですね。 5年間宅地建物取引業者自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあっては10年間保存しなければならないそうじゃないかと思ったんですよ実はですねここなんですね取引の終了後ではなかったですよねこの帳簿の閉鎖後5年間、まあ、こういったところで引っかかったのではないかなっていうことですよね。なかなかか巧妙に 仕掛けられてましてあれ全部全部丸になっちゃったみたいなことなんですねはいそこで戻ってあれと思って探してあこれだなっていうことで、まあ、確認できたわけなんですね、まあ、こういったところでここが2番は×なんですこういうことなんですねで問題はこれですよね各取引の終了後ではなく帳簿閉鎖後5年間10年間ということで、まあ、2番が誤っているものどれかということで×なんですね はい、まあ、こういった点ちょっとね見ておいていただければ結構ですね。であとは正しい記述ですがなかなかね3番なんかもややこしいかなみたいなところですよね。はい一時的かつ移動要因な施設である時クーリングオフ制度の適用がある旨の所定の事項を表示した標識を上げなければならないですよね。これはですね過去にもですね、えー クーリングオフはもともとないところでもクーリングオフはない分かりきっててもクーリングオフはという制度はありませんという標識を挙げなければならないというような過去問もあったわけですねですからこういったことも含めてちょっとね見ておいていただければいいのかなっていうことなんですよ。はい、でまあえっと全体好評はねまた別にあるかと思いますがこういったところ案外ですね優しそうに見えて引っかかる。 こういったところで合否ですね、えー、分かれていくっていうことが多くなります。まあぜひですねこういった点、えーまあ、踏まえてですね、えー、少し、えー、やっていただいておくということになるかと思います。えーまあ、いずれにしましても他県、えー、試験、えー、平令和元,元年度の他県試験、まあ、終了したわけですからまずはっゆっくり体を休めていただいて、まあ、しっかりと結果を待っていただくと。 いいいうこととで結構かと思いますはい、それでは簡単でしたが、うん、この2019年宅研本試験当日合否を分ける問題解説、えー、権利関係それから宅研業法法令上の制限宅研業法、まあ、順番に問題順番でちょっと見,見させていただきました。ははいそれでは、えー 私の方の講義、こちらまで、解説の方はこちらまでとさせていただきます。どうもお疲れ様でした。